プラチナデータ、それは日本国民すべての DNA データ。DNA 操作システムの報告をさせていただきます。DNA プロファイリングの結果、被疑者の性別は男性。血液型は O 型 RH プラス。DNA 操作システムの導入により、検挙率 100%、冤罪率 0% の社会が誕生した。DNA が事件を解決していく。国民の DNA データを我々はこう呼んでます。DNA 捜査絡みですでに5人が殺された。殺された被害者が最後に会っていたのはお前だよ。殺すなんて絶対にありえません。バカバカしいな。私を疑ってるんですか？刑事の仕事は疑うことなんだよ。どういうこと？信じてくれ、私は犯人じゃない。神楽、神楽君が重要参考人とはどういうことだ？言葉通りですよ。神楽隆平、奴は二重人格なんですね。結果がどうあれ、私は真実を知りたい。真のプラチナデータとは一体何なんだ！あなたはどっちなのかしら、神楽君、それとも隆？俺はまだ捕まるわけにはいかない。プラチナデータ。